ナンバーアンダーラインアイとアイミョンの意外な関係。エムステで明かされた友情の深さに感動。ナンバーアンダーラインアイ最新曲、INZM、衝撃のエムステパフォーマンス。ロックとヒップホップ融合で視聴者を魅了。音楽の世界には、時折、私たちの心を一瞬で掴んで離さない、そんなアーティストが現れることがあります。彼らの音楽は、ただ耳を通り過ぎるだけではなく、 心の奥深くに響き渡り、私たちの日常に色彩を与えてくれるのです。ナンバーアンダーラインアイも、まさにそんなアーティストの一人です。彼らの音楽は、一度聴くとその圧倒的なエネルギーとメッセージ性に驚かされ、何度もリピートしてしまう中毒性があります。最近、彼らが「M ステ」で披露した最新曲、INZM は、ファンの間で大きな話題となり、 その革新的なサウンドとパフォーマンスに多くの視聴者が魅了されました。この曲は、ロックとヒップホップが見事に融合し、かつてない新しい音楽体験を提供しています。特に、映像と音楽が一体となって視覚と聴覚を圧倒するトレーラーが公開されたことで、期待が高まりました。最初に INZM のトレーラーを見たとき、何が起こっているのか理解するのに時間がかかったという人も多かったのではないでしょうか。 しかし、繰り返し見るうちに、その緻密に計算されたビジュアルとサウンドの世界に引き込まれ、完全に理解できるようになります。INZM は、単なる曲という枠を超えて、一種のアート作品とも言えるものです。聞けば聞くほど、その奥深さに気づき、まるで無限に広がる迷宮に足を踏み入れたような感覚にとらわれます。それほどまでに、この曲は私たちの心に強烈な印象を残すのです。 エムステでのナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは、視聴者に大きな驚きと感動を与えました。特に印象的だったのは、彼らがアイミョンとのエピソードを披露したシーンです。アイミョンといえば、日本の音楽シーンで絶大な人気を誇るシンガーソングライターですが、ナンバーアンダーライン愛のメンバーである平野くんとの関係について、ファンの間ではこれまであまり語られることがありませんでした。そんな中で、 彼らが実はとても親しい間柄であり、互いにインスピレーションを与え合う中であることが明らかになりました。このエピソードは、彼らの音楽に対する真摯な姿勢と、アーティスト同士の友情の深さを物語っています。さらに、「エムステ」でのナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは、彼らのファッションセンスにも注目が集まりました。特に、ジンくんが着ていたレッドホットチリペッパーズのビンテージ T シャツは、 ファンの間で大きなな話題となりました。この T シャツは、バンドのブラッドシュガーセックスマジックというアルバムのジャケットデザインがプリントされたもので、彼の個性的なスタイリングが光っていました。また、岸くんの刺繍ベストも注目されました。彼が着ていたのは、ワナというブランドの刺繍ベストで、その独特のデザインとクールな雰囲気が彼のキャラクターにぴったりでした。これらのファッションアイテムは、ただのおしゃれではなく、 彼らの音楽性やメッセージ性と深くリンクしています。ヴィンテージ T シャツは、彼らがロックバンドとしてのルーツを大切にしながらも、現代のトレンドを取り入れて新しいスタイルを作り上げていることを象徴しています。また、刺繍ベストは、彼らが日本の伝統文化や美意識を大切にしていることを示しており、彼らのファッションが単なる衣装の枠を超えて、彼ら自身のアイデンティティを表現しているのです。また、 ナンバーアンダーラインイのメンバーは、SNS を通じてファンとの交流を大切にしており、その中で見せる素顔や日常の一コマがファンにとってはたまらない魅力の一つです。特に、ジンくんがインスタグラムを始めた際に、あいみょんからアドバイスを受けたというエピソードは、彼らの親密な関係を垣間見ることができる興味深いエピソードでした。インスタグラムの使い方を教えるという行為は、ただの友人同士ではなく、互いに信頼し合い、 尊敬し合う関係だからこそできることであり、ファンにとっては新たな発見でした。音楽業界では、アーティスト同士の交流や影響を受け合うことはよくあることですが、ナンバーアンダーライン愛とあいみょんの関係は、その中でも特に強い絆で結ばれているようです。彼らが互いにどのように影響を与え合い、その結果として生まれる音楽がどのようなものになるのか、今後も目が離せません。そして、 ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは、互いに励まし合い、支え合いながら、次々と新しい挑戦に挑んでいます。彼らの音楽は、その挑戦の成果であり、私たちに勇気と希望を与えてくれるものです。彼らがこれからどのような未来を切り開いていくのか、その一歩一歩を見守りたいと思います。また、彼らがエムステで披露した INZM という曲は、 まさに彼らの今後の方向性を示すものであり、その進化を感じさせるものでした。この曲は、従来の音楽の枠にとらわれない自由な発想と、その中に秘められた強いメッセージ性が特徴です。彼らは、音楽を通じて自分たちの思いを伝えるだけでなく、それを聴く人々にも新たな視点や感情を呼び起こさせる力を持っています。さらに、この曲のパフォーマンス中に見せた彼らのエネルギッシュな姿勢は、 彼らがいかに音楽に対して真剣であり、情熱を注いでいるかを如実に示しています。彼らの音楽は、ただ聴いて楽しむだけではなく、その背後にある彼らの思いや哲学を感じ取り、共感することができるのです。また、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちは、ファッションや SNS を通じて自分たちのアイデンティティを発信し、それを通じてファンとのつながりを深めています。彼らがどのような服を着ているのか、 どのような場所でどのような生活を送っているのか、そういった日常の1コマが SNS を通じて共有されることで、ファンは彼らをより身近に感じることができます。特に、ジン君が Instagram を通じて発信している内容は、多くのファンにとってインスピレーションとなっています。彼が投稿する写真やコメントには、彼の独自の世界観や価値観が現れており、それがファンとの共感を生んでいます。彼の Instagram は、 ただの情報発信の場ではなく、彼自身のアイデンティティを表現する重要なツールとなっているのです。このように、ナンバーアンダーラインイは、音楽だけでなく、ファッションや SNS など、さまざまな分野で自分たちの存在をアピールし、ファンとのつながりを強めています。彼らの活動は、ただ音楽を作り出すだけでなく、それを通じて自分たちのアイデンティティを発信し、ファンと共に成長していくプロセスでもあるのです。 そのため、今後も彼らがどのような音楽を生み出し、どのような活動を展開していくのか、ますます目が離せません。ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは、これからも自分たちの音楽を通じて新しい価値観を提示し、私たちに新たな感動を与えてくれることでしょう。彼らの音楽は、これからも進化し続け、私たちの心に深く刻まれ続けることでしょう。彼らが歩む道のりは決して平坦ではなく、 数々の困難や挑戦が待ち受けていることでしょう。しかし、その中で彼らがどのように成長し、どのようにして自分たちの音楽を作り上げていくのか、私たちはその一瞬一瞬を共に見守り、応援していくことができるのです。今後も、ナンバーアンダーライン愛の音楽に注目し、彼らの活動を追いかけていくことで、私たちもまた新しい発見や感動を得ることができるでしょう。彼らの音楽は、 これからも私たちの心を揺さぶり、深い感動を与え続けることでしょう。